このエリアで言うと北に向かってほしいかな。これちょっとマップ拡大できるか。ここか。なんかくぼんでるところ、うん、そこに行ってほしい。これってボスがいるね。そこに。それとはまた違うのか。あ、そんな感じ。それと同じ。同じ感じだね。フーローってやつよ。なるほど。一旦降りて、うん、そのそこを調べたいんだけど、行ける？うん、ああ施されてるわ。インプの封印が施されてるので、そう、それこれあの墓地とかに見かけるあれだよ。あ、ここで石剣使うのか。石剣ね、こう大概使えるところで使うと大体アイテムが手に入るので。なるほど。対価を払って、ボスと戦って勝つという対価を払って、うんうんうん、とか、あの脳対価でいけるときもあるし。最初はそうだったよね。そう、だから石剣の鍵はたくさん手に入るでればいいよね。来た久しぶりの。これは猟犬以来です。猟犬の方がでも強いんじゃねえか。ここより人のやつがそういう。猟犬だって超強えもん。あれ。おお。やばうわ。やば。おお、死んだ。まだ生きてるよ。死んじゃう。まだ生きてたか。まだ生きてる。うわ、近くちゃいけないよと。よ。おお、完璧かったね。やっぱり、強いよね。あ、超ギリギリじゃん。すげえ。すげえ便利だと思わないか。ありがとうございます。なんかさ、脳筋強いんだね、本当は。本当はね、初心者にはね、脳筋は進めてないよ。ありがとうございます。あのね、今回魔法強いからね、まだいいものはね、前作の魔法とか上級者向けだからね。なるほど。こいつはそんなね、苦労した記憶ないんだよな、俺。ぶっとい木の手前におるこの何かな。化身だね、まさに。化身っていうね。しかし、やばっ、やばっ。フルボッコだぜ。フルボッコだったぜ。あ、マジか。こんだけ強かったらさ。死んだ、うん。こいつが世界取れんじゃねえのかって話だな。強っ。いやー、半分まで削ったけどな。追撃、ね、ちょっとさ、まだ早いんじゃねえこれ。うぃー、聖杯瓶ってなんだ。あの、第3の聖杯。あー、うわー、あっさり。おぉ、あっさりやられましたね。大変。うん。なかなかだな、ね、それは無理だって。そうなるよ、ね、それは無理だって。これはつまりタイミングの問題と捉える、ね、そうだね。落ちちゃうな。ああ、落ちちゃうな。おや。大丈夫。ああそんなことありますっていう。終わるよ。はい。いや、違って、こんな時に降りるかねと思って。ほんまや、ほんまやで。すげえ、行ったじゃん。行ったやったぜ。このね、結晶雫ってのはさっき言った特別な回復アイテムなんですよ。そこに見えるわ。そこに見えるわ、次があるの。で、狼呼べるか。あ、呼べるか。呼べるよ。なるほど。狼邪魔だな。邪魔じゃない。そんなことない。夜の騎兵、戦って、こいつと同じような系統のはずなんだけどね。そうだね。でもね、辛いんだよね。あや。ああ。自分の HP 見たかったわ。ここじゃない。大
か自分のヒットポイント見てなかった。うわぁ、来たよ。いアッパーカットが辛い。痛い。これが辛い。よし、いった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 、やったぜやったぜやったなぁ、これいったね。黄金のハルマのね、黄金だ、いった、いった。このレベルでツリーガードすげえな、早いよ、絶対早いよ。今レベルいくつだっけ。ステータスで34か、34だね。うん、いってやったぜ。ほらパンダ脳筋強いだろ。そうだね。